民間の非営利組織アメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機の運用認証試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航すると発表しました。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験にフォーカスしてみましょう。それと同時に加賀改修後の初の長期航海に注目が集まっています。もし甲板上に F-35B を加速搭載して寄港したら、それだけで中国への抑止効果が期待できるという意見もあるようですが。航空自衛隊では、アメリカのロッキード・マーティン社製の第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2の導入を進めています。内訳としては、通常離陸型の F-35A は105機、他に、垂直、短距離離着陸、ショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイング、ストーブル型の F-35B は、42機導入する計画となっています。この F-35B を艦載機として運用するため、海自最大の護衛艦である出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦、DDH 出雲及び加賀の2艦が、軽空母としての改修工事が実施されているのです。さて、タイトルにある F-35B 運用評価試験について紹介します。この試験は、空母上で F-35B を運用するにあたり、適切ということを証明するために必要な手続きです。F-35A と F-35B に、艦載機型の F-35C のライフサイクルプログラム管理などを主導する組織である F-35 ライトニングに統合プログラムオフィス F-35 ライトニングにジョイントプログラムオフィス JPO が空母や強襲揚陸艦などの飛行甲板上で安全に F-35B が運用できるかどうかを検証するフライトデッキ認証テストということです。この試験はアメリカ東海岸、大西洋側のメリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地に所属する試験評価飛行部隊 VX23 のみが実施できる試験なので、F-35B の運用資格取得を希望する艦艇は、アメリカ東海岸まで航行して出向く必要があるのです。また、試験は、それぞれ個艦単位で実施されるので、同一設計の同級艦であったとしても、運用を希望する艦ごとに、必ず認証テストを受け直さなければならないという厳しいルールがあるのだとか、わざわざ行かなければならないとは負担が大きいですよね。これまで F-35B を艦載して運用する艦艇は本国アメリカ海軍の他にイギリス海軍のクイーン・エリザベス級空母のクイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズ、イタリア海軍の軽空母カブルがありました。加賀がこの試験に合格すれば日本がF-35B を運用できる空母を保有する国として、日本が4番目となります。イギリス海軍が、威信をかけて建造した、正規空母クイーン・エリザベス級1番艦クイーン・エリザベスと2番艦プリンス・オブ・ウェールズは、基準排水量4万5000トン、満載排水量6万7699トン、全長 284.0m、最大幅 73m、水線幅 39m、喫水 9.9m です。中国がウクライナから買い取って、初めての保有空母となった遼寧、旧ソ連海軍が設計、建造したバリヤーグに匹敵するサイズです。クイーン・エリザベス級空母の特徴は、アイランド型の艦橋構造物が、艦首側の航海、作戦用艦橋と、エレベーターを挟んで後方に設置されている航空管制用艦橋の2つに分割して設置されている外艦にあります。その理由は、どちらかの艦橋が使用不能になった場合の高固来性を確保すると同時に、2つのアイランド間に煙突を配置することで、直下の艦艇にある機関から排出される排気通路を短縮できるので、給排気系装置の軽量化と艦載機の発着艦に対する排煙の影響が軽減されるからということらしいです。搭載機数は、F-35B を最大36機と哨戒ヘリコプター10機とされ、艦載機は、発艦にスキージャンプ台を用いて、若干は垂直降下するストブル、ショート、テイクオフ、バーティカル、ランドイング、ストーブル方式が、採用されています。発着艦兼用の滑走レーンは、艦の守備線と平行に設定されるアキシャルデッキ方式になっているそうです。
ただし、飛行甲板が左舷側に大きく張り出しているので、将来的にアメリカ海軍の原子力空母のようにアングルドデッキを設定して発艦用カタパルトと着艦性同様のアレスティングワイヤーキャタバー、カタパルト、アシスティット、テイク、オフ、バット、アレスティット、リカバリー、キャトーバー方式や中国海軍の遼寧、山東などと同様のスキージャンプ台からの発艦と、アレスティングワイヤーによって着艦制動を行う、ストバー、ショート、テイクオフ、バット、アレスティット、リカバリー、ストーバー方式に対応可能と見られています。将来的には、大型の無人航空機、ウンマンネット、アイリアル、ビアクル、UAV の運用が想定されているので、2021年頃からカトバー方式への改装が検討されていますが、当初は UAV への対応だけが想定されていたため、最大25トンまでの機体に対応したカタパルト及び20トン級の機体に対応したアレスティングワイヤー設置が検討されていそうです。しかし、その後、F-35CIF、A-18E、スーパーホーネットなど有人固定翼機の運用が検討され始めたため、艦の右舷側に UAV 用に 55M のカタパルトを設置した上で、左舷側には 90M の電磁式カタパルトを設置、アングルドデッキに着艦レーンを設定して先進着艦制動装置 AAG を設置して運用することも検討されているようです。クイーン・エリザベスは2018年9月、アメリカ東海岸メリーランド州沖で F-35B 運用評価試験が実施され、11週間にわたって500回以上に及ぶ F-35B 発着艦訓練の末、試験に合格しました。そして、2番艦プリンス・オブ・ウェールズは、当初2021年に運用評価試験が予定されていたのですが、2020年10月、大量の海水が機関室に浸水する事故が発生し、電気系統設備が水没したため、修理に長い期間を要してしまったとか。改修工事完了後のプリンス・オブ・ウェールズは、2023年10月、メリーランド州沖で F-35B の運用評価試験が実施され、アメリカ海軍の試験部隊 VX-23 の F-35B によって、短距離発艦試験や垂直着艦試験が繰り返されただけではなく、イギリス海軍が独自に導入している低速で滑走しながら着艦する SRVL、シップボーン、ローリング、バーティカル、ランドイング試験も行われ、10月29日には F-35B による夜間 SRVL が初めて実施されたと伝えられました。イギリス海軍の2隻の空母の他にも、2021年3月、イタリア海軍の軽空母カブールで F-35B を運用するための運用評価試験が実施されました。カブールは、基準排水量 22,130トン、満載排水量 27,100トン、全長 236.5M、水線長 215.6m、最大幅 39.00m、喫水 8.7m ですから、海事の出雲、片越え艦より、満載排水量で約3000トン上回っていますが、全長は 11.5 メートルほど短い艦隊です。ストブル機の AV-8B ハリアー2、8機と AW-101、NH-90、SH-3D などのヘリコプターが8機搭載可能な軽空母です。イタリアの空母は、カブ・ルの先代で、カブ・ルの収益によってヘリコプター用陸艦に艦種変更されたジュゼッペ・ガリバルディ以来、股間防御用武装が重装備であることで有名で、ジュゼッペ・ガリバルディは、フリゲート並みの重装備とまで噂されたとか。ちなみに、カブールもガリバルディも、イタリアをオーストリアから独立させた英雄と呼ばれる人物の名前です。出雲・片越え艦の軽空母改修が決定されたことで、前出のように、日本が、世界で、4番目に F-35 を艦載機として運用する国になることを受けた政府と防衛省は海上自衛官と航空自衛官から編成された視察団を2023年10月末プリンス・オブ・ウェールズの F-35 運用評価試験に派遣、同艦の試験を視察させ情報収集に努めたそうです。プリンス・オブ・ウェールズの試験の中には無人航空機による試験やアメリカ海兵隊との合同訓練もあったので、加賀でも同様の試験が実施される可能性があるという指摘もあるとか。今回は先に空母化改修が進んでいた加賀が派遣され、F-35 運用評価試験が実施されますが、
同型艦の出雲についても、次の改修が実施され、次第同様の試験を受ける予定になっています。それらがすべて完了する頃には、海上自衛隊に空母艦隊が誕生するかもしれないと期待を寄せる声もあるようです。最後に、この試験は、アメリカ東海岸のメリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地で行われ、F-35B が航空母艦上での運用が安全かつ効果的に行えることを証明することを目的としています。成功すれば、加賀は F-35B を運用できる世界で4番目の航空母艦となり、日本の防衛能力と抑止力が大幅に向上します。この動きは、中国や北朝鮮といった周辺国に対する明確なメッセージでもあり、日本の自衛隊が今後どのように変わるか、その進化がどのように地域の安全保障環境に影響を与えるかが注目されています。この歴史的な試験は、日本の軍事的自立と技術的進歩を象徴しており、国際社会におけるその立ち位置を再定義する可能性を秘めています。